こんにちは。アマゾンサポーター、堀秀夫です。今日は商品探しの個別サポート。ね、どんな商品を使えばいいかわかんないという時の取っかかりでね、商品を取ってきてくださいという指示をしてたんですけど、たまたま今回、このようにね、撮ってきていただいた写真が、オリジナルブランドが多くてね、ヒットする商品、要は差額があって、カタログがあってという商品がなかったと。で、次回は、商品の詳細は分からなくてよいので、店の棚を移してきてください。どの棚をチェックするのか指示しますと。こんな感じで、どの辺に何の商品が並んでいるか分かる商品を取ってきてください。店にある全商品が知りたいです。ということでね、アドバイスして、これはその方が撮ってきた写真とは別な、私が撮った写真ですけど、例えばこういうふうにね、商品並んでると。で、ここにはちょっと狙い目の商品ないな。この商品いいなと言ったときね、ここチェックしてください。あるいはね、この部分だけいいなと思ったら、ここだけね、拡大して、ここだけチェックしてくださいというような指示をします。で、それで返したところね、非常に、わかりやすいというかね、これを調べればいいんですねということで、一番、効率良かったんで、個別サポートでね、商品、見に行ったり、どこ写真撮ればいいのか分かんないというときはね、個別の商品が細かく分かんなくてもいいんで、どこに何が並んでるか分かるようなね、このぐらいの写真を撮ってきてください。店全体の写真を撮ってきてください。そうすればね、ここをチェックしてくださいというふうな形で返します。そうすればね、商品探し、スムーズにいきますんで、初めからね、どこ行きますかというのをスカイプ相談で聞いていて、店を決めていくわけですからね。私の頭の中ではある程度、あの辺の商品がいいかなというのがあるんですけど、写真を撮って、その方が興味を持って写真を撮ってもらわないとね、なんとも誘導しにくいと。逆に私が初めから誘導しちゃうとね、何人もいる個別サポートの会員さん、私の趣味のもんだけをみんな扱ってる形になっちゃうとね、会員さん同士で競合しちゃうんで、できるだけね、偶然の一致でというか、なんというかね、偶然この商品を選んだ。偶然この商品に興味を持った。なんとなくいいと思ってその商品を選び出したと。扱い出したというふうにしたいんで、商品のヒントはね、上げてきた、あるいは相談いただいた中から、いい悪いを、指示してるんですけど、初めの取っかかりでね、時間かかるとやっぱり、本当大丈夫なのかなと、不安になっちゃう、場合があるんで、今後、ね、何を取ったらいいのか分かんない。何を買ったらいいのか分かんないという場合は、このようにね、言ったら、店全体を取ってきてください。で、それを写真いただければね、具体的にここを調べましょうという形でね、アドバイスしますんで、そんな形で今後商品探し、個別サポートの会社さん、利用していただければと思います。また、行く前の確認事項、どこ行きます、こんな風な写真でいいんですかというようなね、確認、あるいは質問がありましたら、どしどしお待ちしてますんで、お寄せください。アマゾンサポーター、堀秀夫でした。